Yeah!
あれは天鋼。なるほど、簡単には取らせてくれぬというわけか。 Thank you.
天天殿、見ておられたか、天鋼、しかと手に入れましたぞ。弁慶、そなたの力しかと見届けた。まずは持ち帰った天鋼を寄せ金し、さらなる力とするがよい。だけどただってわけにはいかないぜ。この過激王に見返りを要求するのか、火の知らずな。俺の後ろには秀衡様がいる。舐めてもらっちゃ困るぜ。何が欲しい？ほんの一つだけでいい。あんたらがたくさん持ってるその天鋼を。いいだろう。さっさと案内しろ。よくぞ戻られました、弁慶様。主賢天様の命により寄せ金の儀を執り行います。弁慶様、二人ともよくぞ試練を乗り越えた。さあ来るがよい。その光の階段を上がり、私のもとへ。ここは私の中に広がる大いなる無限の世界。義経よ、最後の試練を与えよう。相手となるのはお前自身。私自身。心の目を開き、見事打ち破ってみせよう。Thank you.
弁慶よ、最後の試練を与えよ。相手となるのはお前自身。私自身だと？心の目を開き、見事打ち破ってみせよ。かかってこい！これで天鋼の持つ真の力を引き出すことができる。旅立つ前にこれを持っていくがよい。その力を使いこなすのはそなたたち次第。行くがよい。正しき心で邪悪な野望を打ち砕くのだ。探したぞ。なぜここに？お前らが最初からおとなしく天鋼を渡してりゃこんなことにはならなかったのよ。七時、貴様、お前まさか。さあ過激雄さん、約束だ。天鋼を渡してもらおうか。そうだな。危ない。こいつ何しやがる。お前のようなクズが本気で天鋼をもらえるとでも思ったか。過激よ、許せん。来い、あの世でジジイが待ってるぞ。今度は逃がさんぞ。これで終わりだ。どちらからでもかかってこい。それとも二人まとめてくるか。私が参りましょう。わかった、心してかかれ。ご安心ください。修行の成果ご覧に入れましょう。さあ行くぞ。私が相手だ。行くぞ。なめた真似を。かかってこい。かかってこい。なめた真似を。はい、グレイヤー
めたぜよ。負けたというのか。認めんぞ。本当にすまねえ。よせ弁慶。俺がバカだった。もういい。行くぞ弁慶。待ってくれ。大変だ。どうした。奴らにあんたらの隠れ家の場所も教えちまった。何？今頃あんたらの仲間が。急ぐぞ。修行を終え、主剣天から新たな力を得た義経たちは追ってきた過激王を退かせ、しかしその勝利もつかの間、七時の裏切りにより静香たちに兵士の魔の手が迫る。彦殿が兵士に捕まった。我らを守ろうと。おい。静香様。静香様はどうした？あの暗黒を振り払うのが我々の使命です。何者だ？頼朝様の使いで参りました。義経殿、我が軍と共に兵士を撃ちましょう。どうかその天鋼の力をお貸しください。悪いが、その申し出は受けられない。何ですとおっしゃられることが。とにかく俺は今平安京へ急がねばならないのだ。頼朝様の命令に背くと申すか。兄上にはいつか俺から会いに行く。今はその時ではない。行くぞ弁慶。このような無礼はまかり通らぬぞ。